お邪魔しておりました。どうもどうも、こんばんは。ちょうどけた、ありがとう。プレゼント Thank you Thank you。 鈴糸さん、ありがとう。ゆきこんばんはね、みんな。みずちゃさんもありがとう。寒すぎるんだけど、どうにかしてくれ。だって寒いね、今私の部屋も今ちょっと見てきたけど12度。ジュンさん、ありがとう。ゆき、テンキュー。まみきちさん、かわいい、ありがとう。こんばんは、みんな。今日も天使だね、ゴリラ。うん、まみきました、やっほー。ちょっとテロップ書きますね。こんばんは。何や、こんばんは。キラキラないもので、だっていいよ、さっきプレゼントしてくれたもんね。今いちご食べてます。だっていいな、私もいちごを食べたい。かわちゃん、まんじゅうさん、ありがとう。くまオーナメントかわちゃん、ありがとう。うん、こんばんは。まぐるめさんもありがとう。ハート、テンキューね。うん、デジデジさんもありがとう。あららさんも Thank you、 ゆきありがとね。めぐちゃんもすごいプレゼントいっぱいありがとう。ごま豆腐さんも Thank you、 ゆきありがとね。こんばんは。あやのギャグで温まれないかなって言ってる。コールで多分。12度でその格好は寒いと思うわって。えこれ、ま、でもセーターだけど寒そう。うん、明日からまた雪降るので、イベントのシャツって言われてる。どういうこと。どういうこと、雪降るからイベントやってってこと。うん、ドリーマーさん、ハート、センキューね。高弘さんもありがとう、雪。うん、長岡0度で体感はマイナス2度、きつい。キムリヤハン、さっきの配信より髪伸びた。本当に。そんなに早く伸びたら嬉しいけどね。うん、こんばんは。テマさん、ありがとう。ゆき、テンキュー。こんばんは。そうなんだよ、もう今夜というか、もう雪降ってるみたい今。だって寒いもん、なんか静かだし外。やだやだ、あーやだやだ。雪に対してはね、そう、なんか厳しいので、うん、あーやだやだ、またたくさん降るんだってさ。うんうん、嫌になっちゃうわね。こんばんは。寒い地域の人は割と室内で薄着の印象。あー私結構ね、着てるよ、下に着込んでる。うん、こんな夜の点滴終わったって言ってる。頑張ったね。鎌倉作ったことね、一回だけあるかも。すんごい大雪の時に、子供の頃。うん、雪降るとさらにインドアになってレア感が増すなとか言ってる。うん、もうさらに出なくなるよ、家から。外出なくなるよ。明日の X が楽しみ。え、私が激怒しているってこと。ああもうやだやだ。うん、こんばんは、すずありがとう、ゆき。ダイアンが言うと実感こもってる。明日の天候次第ではおじやに行くお仕事キャンセルしたい。そうだよね、なるべくもうさ、運転したくないですよね。雪に対する愚痴はすって言われて。容赦ない。ひで、うん、さん、ありがとう。雪、Thank you。 冬の部屋着はトレーナー一枚です。寒ない、さすがに。お部屋が温まるのかな。うち全然温まらないので、部屋が。
手紙読んでくれた？読みました。今日はね、さっきの配信でも言ってたんだけど、この間のイベントの時に皆さんがプレゼントしてくれたものだったり、お手紙を今日のお昼前ぐらいに届きまして、もう全部見ました。白熊さんありがとう。ゆき Thank you。 あーやだよ、あやだあやだって言ったけど、やっと来れた。こんばんは、怒りのあや。ひろみさんありがとう。ゆき、のむたらさんもゆき Thank you。 おばちゃんの愚痴になってる。もうほんとやなっちゃうわよね。ママたち、白駒さんありがとう。プレゼント Thank you。 じゅうさんもありがとうね。筋トレ筋トレって言ってる。ポジティブにね。またムキムキになっちゃう。どうすんの。どうすんのって。こんばんは。そうではやらてって言ってそうだった。長岡弁ですか。やらて。もうちょっとありがとうね、いっぱい雪。モフモフしたルームウェア着てるんだって。モコモコの。前も手紙書いとけばよかったな。じゃあ次お待ちしてますね。こんばんは。X に雪かき動画あげたら皆さん応援に来てくれる。なんで恥ずかしい、なんか。ガチで雪すごいから。すごい真剣だからね。ガチガチに本気でやってますから、いつも雪かき。全身を使って雪を溶かしてください。大工さんはお手紙返ってこないです。こんばんは。この寒波乗り切るとお正月はあったかいらしい。あら、そうなの？お正月あったかいの？なあ、じゃあこの数日間乗り切りましょう。マツさんありがとう、ゆき。ひでさんもレインボーした、Thank you。ともじさんもハート。ありがとうね。やすぶちさんもありがとう、ゆき、Thank you ね。デジデジさんもありがとう、プレゼント。車に食料とお水持って行った方がいいわね。だって車ね、そう雪すごかったからね去年。筋トレしすぎて春には筋肉になってそう。にゃー。宮島筋肉パワー。こんばんは、ひぬさんありがとう。雪は嫌ざますか。だって嫌ざます嫌ざます。もっこにゃん。ひでさんありがとう。流れをし Thank you。 お手紙嬉しいですよ。でもほんとさっきの枠でも言ってたし、ファンルームでも言ったんだけど、もしイベントとかがあってね、プレゼント OK ってなったとなってる場でも別に強制じゃないから、ほんとなんだろうな、プレゼントとかお手紙持ってきてないってなっても全然 OK なので。もう来てくれるっていうことがプレゼントになっているので、私にはそこは気にしないでください。ただなんかみんなが選んでくれてるっていう、私のために選んでくれてるっていうのもすごく嬉しいし、お手紙もとっても嬉しいです。普段もらえないですからね、そんなお手紙だなんて。ジュリさんありがとう。Thank you プレゼント。腕の力で持つのではなく腰を使って持つんだよ雪をね。明日から大雪か、除雪せんばならんのって言ってる。そうだよ。スターウェブさんありがとう、くまちゃん。ボックスクッキーさんありがとう、雪 Thank you。 ありがとうね。こんばんは、宮島きんにちゃん。きんにちゃんなんかやだな。宮島きんにちゃん。必要以上に体力と時間使うのよ。そうなんだよ、気づいたらもうさ
すっごい時間経ってますよね、雪かきしてるとね。そうなの。だからお仕事の方とかは朝早く起きて、まず雪かきから一日始まりますからね。でもまあ新潟が好きですよね、やっぱり。自分の車だけ雪かきしてないって恥ずかしい。雪がすごい乗ってるからでしょ、車に。うん、お京さんありがとう、雪だるま Thank you。 うん、今年もらった手紙はお芋の時のあやにゃんからだけだよ、だって。いや、お手紙は普段そんなやっぱもらえないよ、手紙なんて。なんかさ、その、まあ、昔ね、そうやって活動させていただいてた頃とかはさ、まあ多分ちょっと曖昧だけど、何ヶ月かに1回とかでこう皆さんが送ってくれたプレゼントだったりお手紙をいただいてたんですよ。そう、だからまあ定期的にさ、こう皆さんからいただいて、それももう宝物じゃないですか。でもさ、今の状態だとさ、こうその時に比べたらそんな定期的にこうもらえるっていうわけじゃないからさ、だからこそなんか余計もっとなんかさらに特別な感じもするし、うん、昔もすごい特別だけど、なんかこの今の自分の立場でね、そうなんかこうね、プレゼントしていただけるってなんかありがたいなってさらに思いますね。朝除雪して車を出して夕方帰宅した、また除雪しないと車はしまい、なんかそうなんだよ。あやが個人で活動してからお手紙とプレゼントしたいと思っている、ありがとう。浜田愛知さんありがとうね、ハート Thank you。 ありがとう。明日の朝目を覚ましたくないよなって言って憂鬱だよね明日ね。こんばんは、のとじまひぐらさんありがとう、ハート Thank you ね、ありがとうございます。ひじゅうかさんも雪 Thank you。 栗物選ぶのもなんかワクワクするのよね、だって。なんかさっきの枠でもさ、選んでる時間が楽しいって言ってくれてた方がいて嬉しいなーって思って。あゆちさんありがとう。あゆちさん Thank you。 雪、夜の2時くらいか雪降り始めるみたいね、その時間まで配信してみる、だって、ね、寝る、頑張って2時には。お手紙を何だろう、何とかの字でいっぱい書いた封筒パツパツになった、だって。嬉しいよ。結構さ、お手紙もそうだし、 DM、 インスタの DM は私返事はしてないんだけど、みんなの読んでるんですね。そう、読んでるんだけど、長文とかでもさ、みんな大丈夫、こんな長文送っちゃって大丈夫かなって言ってくれるけど、全然大丈夫です。全然大丈夫だから気にしないでいっぱい送ってください。ダイエットのチャンスと思って、確かに最近なんか本当に顔が、でも顔ちょっと丸くなりましたね。一時よりは。プレゼントめっちゃ悩んで小豆にしました。小豆の力だよね。あのタイプさ、あの薬局とかで見たことあったけど、気になってて買ったことなかったの。マー君ありがとう、ゆき Thank you。 手紙書いてる時間も楽しいよって言って、ヒロシーさんもありがとう、 Thank you ね。一回でいいから大雪体験してみたいな。1回は楽しいかもね。あの雪国に住んでなければ楽しいと思う、その大雪を体験したら、うん、雪なーってなるけど、でも2日目ぐらいからちょっと憂鬱になるかも、大雪もういいかなって。運動完了だって、お疲れ様。ロジックさんありがとう、 Thank you。 ヒロシーさんもね、雪 Thank you。消灯時間になった、はい、遅なりました、間に合った、だってギリギリセーフ。
ショールームのミッションの説明とかの時だけ長文大歓迎ですよ。あ、お説教は NG でお説教長文は NG なんですけど、うん、楽しい長文 OKOK です。シュウカイさんありがとう。オーナメントコマちゃんありがとね。コタロウさんもありがとう。ユキコマちゃんもありがとう。うん、新潟ライブツアー実況で、あ、全然大丈夫ですよ。唯一いらないプレゼントがユキそうね。帰りのバスの休憩で寄ったサービスエリアで降りたら雪積もってテンション上がった。大雪ではなかった。プレゼント選びに行った時ディオールが整理券出すくらい混んでてびっくりした。あれ日曜日とか出てたっけ。そう、なんか土日とかはさ、あの混んでます、化粧品売り場とか一回はね楽しいよね雪毎日はちょっと肩こりが良くなるようにプレゼントしました。もうありがとう。もう使いまくりますね広島のあたりは雪降ってもすぐ溶けちゃう。あ、でもすぐ降ってもすぐ溶けるんだったらね、全然降っててもいいんですけど。うん、かわいいとかはそれコメントで良くないっていうのが多いちょっと病室抜け出してローソン行ってこようかな。だっていいの抜け出して、怒られない大丈夫。うん、レイチメイキョさんありがとう。お名前とこいて電気でありがとうございます。すごい10個も。深夜に飯テロ DM であやのお腹を空かせる。そう、結構飯テロ DM してくれる方いるんだよね。うん、こんばんはみんなさすがディオール。でもディオールに限らずだよ、結構いろんなところ混んでる。うん、土日はね本当に17会えて嬉しかった。やっぱり名前にはすごい破壊力だったって言ってくれてる。ねえ、そんな嬉しい、そんな風に言ってもらえて。私も会えて嬉しいよ。うん、またねみんな、もしかしたら2月頃にイベントできるかもしれないので、うん、まだ全然決まってはないんですけど、そしたら会いに来てほしいな、予定が合えばみんなの多分だけど、その、まあ、新潟東京のどちらかになりそうだと思う。もし次のイベントもあったとしたら、だいたいそのどっちかになっちゃうかな。お疲れ様みんな。ディオール以外のショップも混んでたな。だってイヴ・サンローランで予想待ちしてる時も続々と人来てたので、イヴ・サンローランもね結構混んでるから。冬の上越新幹線は新潟と群馬で景色が違いすぎる一気に新潟に入った途端にね真っ白になりますからね。うん、早くにゃんさんに会いたいってバレンタイン祭りいや2月はそうなんだよ、新潟でやったらまたねちょっと雪が大変そうだから、東京だったらいいのかな。次こそ握手券当てるって言ってそのもし、ま、2月にイベントをやるとかってなったとしたら、ま、今回のイベント開催してくださった皆様がまたねやってくださると思うので、そのみんなと握手したりとかは難しいかもしれないんだけど、一人一人とのこう時間を作ってっていうイベントだと、やっぱり一日店長とかになるかな、イベントで言ったら。一人一人のね時間をしっかり作るってなったら、ああいうイベントよりは一日店長イベントになると思うね。そうなるとこの間のイベ
ントみたいな感じだとトークショーとかがこうメインになってきて、チェキ会みたいなのがね、トークショーとチェキ会メインみたいな感じになるから、あんまり一人一人との時間がね長くないから、ゆっくりお話しするってなるんだったらそういう感じかな。お風呂行ってらっしゃい、てばちゃん。雪怖いので東京希望ね。東京雪考えたら東京がいいのかな、まあ、まだ本当に何も決まってないんですけど、ただスタッフさんたちからイベントまたやりたいなって思ってるっていうお話をいただいてるので、ちょっとワクワクしながら待ってるところです。スコップ積んでかなって言ってる。2月なら海水浴でいいんじゃない。コールド、東京だったら嬉しいなとか。ブラックサンダーは分からんな、もう少し大きな会場にしてもいいのかな、どうなんだろう。でもこの間みたいにたくさんの方が来てくれたら嬉しいですけど、やっぱりこうね、久しぶりのイベントっていうのもあったと思うし、まあ、生誕イベントっていうのもあって、こう行こうって思ってくれた方とかもいらっしゃると思うんだよね。だからこう次イベントやるってなったら生誕とかじゃないから今回はいいかなってなる方もいるんじゃないかなって。どうなんだろう、沖縄だったら2月でも割とあったかい、握手なくてもあの雰囲気楽しい、あならよかった。こんばんは、ね、ムムさんありがとう、ゆきThank you ね、ミシアさんもありがとう、ゆき Thank you、 こんばんは、私もワクワクしながら待ってる。行ける日程なら何が何でも来てほしいよ。ブラックサンダーの次はスーパーカップかとか言って、スーパーカップアイスのでしょ。その場で食べないと持って帰れない。ニャンさんに会えるなら行く、ママ友とも会えるし、ブルブルしながら待ってる。クラウドファンディング、焼き芋屋さんの屋台みたいなやつ1台買っといたらいつでも焼き芋イベントがもう焼き芋イベントになるんだね。ブラックサンダーじゃなくて次はビスコなんかちょっとありえそうだけどさ。いやでもそう、ブラックサンダーのお菓子にね写真プリントしていただけるっていうのを私たちも最初見た時びっくりして、どういうことと思って、まだ開けてません。新潟で開催してくれると美味しいものたくさん食べられる。そうだね、新潟来たらねご飯をいっぱい食べて帰ってほしいですけども、本当今の時期はちょっときついな、冬はな。まあちょっと今年はねファンミーティングとかもさせていただいたので、来年とかもまたああいうファンミーティングもしたいですね。一人でトークショーはちょっと難しいけど、なんかみんなとまったり過ごしたいな、みんなと。それこそなんかみんなとご飯食べたりしたい、また今度はもうもっとたくさんの方にもこう来れるような感じのお値段とかもさ、とか場所とかもそう、なんか来やすいなーっていう感じの、みんなでご飯食べたい。今度こそサインをもらいたいって言ってサントピアツアー、みんなと遊園地行きたいね。やっぱ来年は USJ のホラーナイトかな。みんなでホラーナイト行きましょうよ、これやりたいんですよ。やりたいんですよ、やりたいというか見たいんですよ。
柿の種とコラボ。2キロ増えた。いやラーメン食べたい、ね、みんなでラーメン、ラーメンファンミーティング。うん、2月ならみんなで信濃川に飛び込もう。怖いこと言ってるけど大丈夫。みんな凍るけど大丈夫。あやの家でファンミ、うちで何すんの。うちで何すんのって、みんなでウノ、ウノやるの、ウノやるの、ウノやるの。一日店長だとやっぱりガチイベ系、まあそうなるよね。一日店長ってなるとショールームのイベントからになるかな。リアルショールーム会みたいな感じもいいかもって。え、それだとどういう感じになるの。みんなで輪になってこうやって体育座りで話す、みんなでいやーとか言って。こんばんはみんな。ディナーショーとか言う。ディナーショーって何をするの。やっぱご飯食べるの、みんなで。カラオケオフ会、みんなも歌ってもらうからね。こたつでみかん食べる。わあでも最高だな、みんなでこたつに入って。笑顔のあやにゃんを見守る会。芋煮会。挙手してあやちゃんが当ててショールームみたいに話す。あー、一人一人と。ひかさんありがとう。ぐわちゃん Thank you。 小太郎さんもゆき Thank you ね。ありがとうございます。ホラーナイトってハロウィン、あと10ヶ月も会えないのとか言うの。そうだよね、ハロウィン。ラーメンは青島より青木屋派。2月ならバレンタインかな。だってゴデバさん登場で、もし2月にイベントやるってなったらね、まあ、バレンタインになるんですかね。ちょっとそこは分からないけど。お母さんのポテサラ食べたい。うちの母のポテトサラダ美味しいんですよ、唐揚げも。あとコーンスープ。横並びでズルズルすする会。美味しいねとか言って。みんなで、調整橋の下で芋煮会。歌詞手伝いますよ、だって手伝ってくれるの。みんなでUNOやったら一瞬で終わる。だってUNOなんてさ、やったのさ小学校低学年ぶりぐらいかも、UNOやるとしたら。みんなで星投げつけるんか、なんて怖すぎ。怖いんだけど。怖いんだけど、みんな急になんか星投げ出したら私に向かって、はいにゃんキラキラあげる。怖いよ。怖いよ。ラーメンツアーね。リアルショールーム会ならゾウの被り物必要かなとか。みんなで豪華な食事を食べながらあやにゃんがハムを歌う会です。絶対合ってないよね、豪華なお食事に。どうなの。一人でトーク難しくても、ここのみんなと絡めば問題なく。確かに、なんかそうね、でも私はみんなを頼る。みんながいたら話せるもんね。なんか画面チカチカするね、ごめんね。ダンボール製のショールームの枠みたいなの作ってあやにゃんが、ま、持ちながら話す。なんてこうやって。みんなヤッホーとかって言って。キャンプ楽しそうなのだけども。でキャンプ全然したことない人がおっしゃってるんですけど。でキャンプしたいね、みんなで。私テント立てれないけど大丈夫。
2月だから豆まきしよう。誰鬼、誰鬼ですか、ですか、もしかして。怖い怖い怖い、みんながみんなすごいガチになりそうだから怖い怖いすごいもう怖いって。こんばんは、料理任せて。大量のだるまを用意するの大変そうだってよいしょとか。星の代わりに豆、怖い怖い怖い、もやっとボール投げる懐かしい。タワー投げるとかゴジラじゃんって。ゴジラってタワー投げるの？リアルならタコ投げるねで大変、タコ投げたら。絶対アイス投げるもうさ、なんかだんだん嫌がらせになってきちゃうみんなリアルでいろいろ投げたら大変なことになっちゃう。本物のクマも投げられる。マー君、雪ありがとう。あら美人さんだってありがとう。こっちは話したいこといっぱいあるって人ばかりだからね。事前に集めておくとさらにやりやすいと思う、ね、やっぱりさ、実際に会うとさ話したいこと飛んじゃったりとかするじゃないですか。そうだからなんかこうやっぱり思い出してこう話せる、なんか話したいことをちゃんと伝えられるぐらいゆっくり一人一人との時間が取れたらいいのになって思いますよね。あんたキャンプ大丈夫なの？虫出るよって。虫除けスプレーありました。そう、虫除けスプレーがさ、なんか行方不明になってたんだけど、ありました、ちゃんと。なんだっけ、天使のベープだっけ天使のベープだっけ名前。あやは外、ふくちゃんはうちってでもキャンプ楽しそうだね。スーパーインドアニャンさんのキャンプとはいかに。みんなでバーベキューしたりとかできるってことだよね。あやにゃんは完全に姫になってみんながいろいろやってくれるんだろうなやってんって、火つけてんだから前も前も踊ろうみんなで。え、さえすごい一生の思い出になりそう。みんなでキャンプしたら楽しそうもうやる方向で進んでるけど、どうやってやんのどうやってやんの、教えて。ちょっとみんなどうやってあれ開催したらいいのえ、本当にやりたい、みんなでキャンプ。サイリウム投げるかって長岡熊出るから、そう、危ないよ。バラ投げたら綺麗だけど高くつくこんばんは。バーベキューもいいよね。まあそのさ、今年のイベントで言うと、その、まあ、一日店長イベントの時は結構一人一人との時間も長かったんですよね。こう喋る、まあ握手もみんなとできて、まあ、チェキとかも取れたり。そう、この間のイベントとはやっぱりちょっと違う感じのさイベントだったし、ファンミーティングも、まあ、あれは1泊2日っていうのもあったから、でその大人数ではなく少人数のイベントだったので、まあ、その時はね一緒にこうあの X の方とかでも告知してたと思うんですけど、まあ、バーベキューしたりとか花火したりとかもできたんですよね。そうだからさ、やっぱりそういうのすごい楽しかったから、その時来れなかった皆さんともね一緒にそうやってなんか思い出を作れるようなイベントをまたしたいなと思ってるんですけど、こうゆっくり過ごせるでもあれはね、その秘密な焼き芋さんの一日店長イベントがきっかけでお話をいただいたファンミーティングだったので、本当にねちょっとタイミングが一日店長イベントの前になっちゃったんだけど、でもそのイベントがなければファンミーティングもできなかったので、
グランピングか。もう少し話せる時間欲しいな。そうだよね、結構ね、あんまりトークショーメインだったもんね。みんなで雑魚ね。グランピングってさ、テントとかじゃないんだっけ。そうだね、雪合戦して夜は宴会。あー、雪合戦。みんな手加減してくれ。みんな手加減してくれ。回数を重ねていろいろやったらいい。そうだね、イベントもね、どんどんこれからできていけたらいいなと思っています。まだ会えてない方もいらっしゃるので、新地店長の時も握手会の時のように事前に話すこと考えてたけど、やっぱり飛んじゃったよね。だっていや飛ぶよね。確かに、なんかのんびりしたイベントとかしてみたいね。え、のんびりまったりしたイベントしたいな。新潟に山一つ買う。山買うか。お疲れ様。教えられてなかったってことで話すこと飛びました。宴会いいね。こんばんは。ハンカチ落としとか素朴なゲーム。ハンカチ落としってどういうやつ。ハンカチ落としってどんなだったっけ。こんばんは、はじめのたけさん、ありがとう。ゆき、thank you。 一日店長楽しかったよ。もちろん今回のイベントよかった。めぐちゃん、めぐちゃん、ありがとう。ゆき、どうせ飛ぶから毎回ノープランですよ。みんなで初詣だってキャー。あやもやっぱりにぎにぎしたいのね。だって握手のこと、握手はでもしたいですね。みんなにせっかく来てもらってるのに。てかなんかね、遠いところから来てくれてる方とかもいるしさ、なんかやっぱこう難しいけど、一人一人とのやっぱ時間をちゃんと過ごしたいなっていうのは私の中であるんだけどね。まあ、今回というか、今回のイベントは、まあ、そのトークショーメインだったから握手会ではないから、ママたちで巨大鎌倉作って、その中でお餅焼いて待ったりしよう。ね、いいね、そういうの。新潟に来てもらわなきゃいけないけど、あゆにゃんと枕投げしたいんだって。みんな本気で投げそうなんだもん、枕。みんな本気そうなんだもん、怖い怖い。ボードゲームは、え、ボードゲームってどうなんだっけ。ダーツみたいなやつ、あれ、ボードゲーム。のんびりとザリガニ釣りイベント。とりあえず握手会の時はくねくねしてますので、懐かしい。山を買うととか言って、ハンカチ落としを輪になって、鬼が後ろを回ってわからないようにハンカチ落としやつよ。輪になって鬼が後ろを回ってわからないようにハンカチ落としやつ。いや、どんなだったっけ。絶対ちっちゃい頃したことあるんだよな。落とされた人が気がついたら鬼を追いかけ回す。へー、後ろで下に落とすってこと、地面に。夏はみんなで虫取りって言ってるけど、虫取りはだけ勘弁してもらっていい。虫取りだけ勘弁してもらっていい。神様じゃなくてあやに お参りしちゃいそうとか言う。りゅうさん、ゆき、 thank you。
手加減したら綾に失礼じゃんとか言う。ボードゲームは人生ゲームとかオセロ、あ、人生ゲームいいね。うん、あの一回休みばっかりの人生ゲームやろうみんなで。うん、枕じゃないもの投げる人いそう。怖いんだけど。怖いよ。来年またファッション雑誌とか載ってほしいなーって。ファッション雑誌とかのねイベントがあればいいな来年。うん、コスメとかね。あのちょっとさ、これでも今年をもうちょっと終わりそうな頃に話そうかなと思ってたんですけど、まああのショールームはねずっとやっていきたいなと思っているんですけど、ちょっとこれ去年も言ってたんだけどね、でも今年できなかったから来年はちょっと違うところでも配信したいなってちょっと本気で思っていて、うん、たださ、その他の配信サイトは私はねやったことないし見たこともないから雰囲気がちょっとわからないんだけど、いろいろあるじゃないですか、ポコチャとか17とか、まあ、そういうところで少しやってみたいなっていうのがあって、多分ショールームとは違う感じになりますよね雰囲気が。ショールームってこう横画面だけど、多分こう縦のライブ配信のサイトとかも多いよね。うん、ちょっと違う場でも活躍できたら嬉しいなと思って、ショールームだけじゃなくてちょっと広げていきたいなと思っていて。うん、こんばんはみんな。そうなんですよ、うん、まあ、TikTok もありますね、そういったら、うん、ニコ生か、ニコ生はさ中学生以来見てないんだけどさ、どんな感じなんだろう、うん、カイサルさん雪ありがとう。Thank you ね、うん、追いかけますって言ってくれて、ぜひあの、まあ、ショールームやめるわけじゃないので、そうショールームもやっていくんですけど、まあ、ちょっと違うところでもこうねできたらいいなと思っています。うん、どこに行っても会いに行くよって言ってくれてる。やっぱりショールームがさ慣れてるっていうのもあって、こう安心感もやっぱあるじゃないですか。うん、他のところでねやってみて、でもそこでももしかしたら安心感があるかもしれないし。何かまたいい、ね、きっかけになったらいいなと思っていて、自分のこの先の活動に対して、うん、楽しみにしておきます、ぜひ。うん、みんなで一から勉強、そうなっちゃうね、でもちょっとずつ覚えていって楽しむのも楽しいかもね、みんなでいいのかもしれない。そう、多分インスタライブみたいな感じだよね、結構他の配信サイトだと縦だから、うん、そうだよね、 YouTubeあれ TikTok もそうじゃなかったっけ、なんか登録者数が何人以上とかで配信ができるようになるみたいな感じじゃなかったかな。うん、ニコ生、ニコニコはね中学生の時見てたんですよ、ニコニコ動画、ニコニコ動画。うん、でも結構こう YouTube がなんかこう世に浸透してきたぐらいから私も YouTube を見るようになって、ニコニコを見なくなっちゃったから、うん、今から覚えるぞーって、ちょっと私も試しにね、あのポコチャと17を入れてみたんだけど、まだ登録してなくてどうなんだろうなって、まあ、みんなにちょっといろいろ言ってからさ、相談してから始めようと思ってるから登録もまだできてないんだけど、
とりあえずどっちかでやりたいなと思って。でも他にもいろいろあるんだよね。なんだっけ、ミクチャだっけ、 LINE ライブとかもあったな。なんかいろいろあって分からなくてでもちょっとショールーム以外でもやりたくって。なんかありますかね、なんかこう他の配信でもここいい感じだよみたいなのがあったら。もちろん登録するし、ありがとうね、ごめんねちょっと手間かけちゃうけど。ね、いっぱいあるんだよ。ショールームしてなかったにゃん、差し合ない人生過ごしてた前田社長ありがとう前田社長いやだからさ、こう新しいところでもさ、あの新しく出会える方もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。ポコちゃんおすすめ、本当ポコちゃんいいのかな。いやそう、ポコちゃん入れてみたんだよね。17もあるか、17よくわかんないんだよな。でも有名ですよね。友達詳しいから聞いてみるね、だってありがとうそうそう、 TikTok も、 TikTok 入ってる、入ってるけど何も投稿してないし、ライブはあんまり見たことがないけど。でも TikTok が今一番人気なのかな、今の流行りで言うと結構なんか年齢層が若いイメージがありますよね、学生とかのイメージ、 TikTok っていうと。そんなことはないかもしれないんですけど。ツイキャスはツイッターのやつだよね。私も他の配信サイト勉強なので、まあ来年からやろうかなと思ってるので、ちょっと一緒に一緒に楽しんでいけたらなと思います。社長ありがとう夢グループすごいすごいインスタライブ見てくれた？ショールームする前の。まあ多分その他のサイトでもショールームみたいな感じで多分イベントとかもあると思うんだよね。そういうギフトとかはあると思う。ただ全然無料でも楽しめるものだと思うので。ビゴライブで合ってます言い方、ビゴライブ。それもなんかいやさ、私ショールームさんでこうイベント何回か出させていただいてさ、皆さんがすごい頑張ってくれて結構撮影に行かせていただいたりしたでしょ。そうするとさ、結構こうショールームの方だけじゃなくて、いろんな配信サイトのイベントでこう優勝した方とかが撮影に来られたりするんですよね、同じ日の撮影でとかで。そう、だからそうするとさ、ショールーム以外にもこんなに配信サイトってあるんだって思うし、なんかいろんなところでもそうやってなんかこう夢につながるきっかけがあるんだなって思ってちょっと考えてて。そう、リスナーが入ってはすぐ出ていくイメージ。あー、長く見てくれる方が少ないってこと。イベントを勝ち取ったりする感じ。まあさ、私もちょっと詳しいことわからないんだけどさ、まあショールームとは違った形かもしれないけど、多分そうやってファンの方に応援していただいてっていうのはあるんじゃないかな。今日の皆さんマジかわいい、ありがとう。インスタ反転してる。あれ反転してるんだ。こんばんは。ちょっと勉強してみますね。もうちょっとで今年も終わりますし。もうちょっとで終わっちゃうから、一年が終わってしまうよ、あっという間だね。なんか。この間までナスだったのに。
長く見ていく人が少ないイメージ。うーん、 TikTok と囲碁ライブだっけ。ウィズライブもいいって聞いた。初めて聞いた。ウィズライブ。へえ。始めるのはニャンさんより前にも勉強しとくか。ありがとう。だから試しにね、登録してこう本当気軽に配信してみるっていうのでもいいのかもしれないね。ちょっと考えてみますね。待ってね、ちょっとなんか歌おうかな、最後。よく歌ってる曲でもいいですか。私トゥモローが大好きなので歌ってもいいですか。あやに会えたこと以外あんまり思い出がない1年だった。そんなこと言わないで。いいじゃん、じゃあ最高な思い出だ。ってことでいい。クリスマスとアリモ記念。トコちゃんは毎日がランキング争いで病んでる人も多しだった。そんなのがあるんだ、ランキング争いがあるんだ。へー。ハム太郎はね、ちなみにね、ショールームのカラオケランキングでハム太郎は12位です。こちらのハム太郎12位です。うん、あ、いい、私トゥモロー大好きなの、なんか元気が出るの。うん、そう、涙の数だけ強くなるやつです。行きましょうか。ちょっとルンルンで行きたいと思います。じゃあみんな音量大丈夫ですかね。行きましょうか。音量気をつけていただいて、よいしょ、行きますね。数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。みんなありがとう。音量気をつける、強くなりましょう。突然会いたいなんて、夜更けに何があったの。慌てて上空にしても、その笑顔が悲しい。ビルの上にはほら月明かり、抱きしめてる思い出とか、プライドとか捨てたらまたいいことあるから。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。こんばんは、みんな。初見さんもありがとうございます。しゅんくん。こんばんは。キラキラもオープンもありがとう、みんな。ゴリラ。季節を忘れるくらい、いろんなことがあるけど、二人でただ歩いてる愛しい。頼りにしてるだけど、時には夢の荷物を折り投げて、泣いてもいいよ、付き合うから、かっこつけないで。涙の数
声がプルプルですまんね。ゴリラはもうすでに強い。涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れている花のように、自分をそのまま信じていたね。明日は来るよどんな時も。明日は来るよ君のために。ありがとう。今日安心して聞いてられる。よかった。みんなありがとう。トゥモローでした。ありがとうございました。Thank you。 ありがとね、みんな。あー、すごい。これはこれはこれは当たり。みんなありがとう。パチパチ、 Thank you。 よいしょ。今のプレゼントは当たりですか。これはパチパチ、ありがとう。みんなこんばんは。ありがとね。ちょっとお礼させていただこうかな。よいしょよいしょ、待ってね。じゅんさん、流れ星 Thank you。 ありがとう。マー君もオープン Thank you ね。マー君、マッツーさんもオープン Thank you。 ありがとう。桃太郎さんもハート、 Thank you。 ありがとうございます。ロッピーさんもありがとう。ゆき Thank you ね。ひろなりさんもありがとう。流れ星ありがとうございます。やすぶっちーさんもありがとう。ぷちゃんThank you。 めぐちゃんもありがとう。めぐちゃんありがとうね。マークサイリウムも Thank you。 こたろちゃんもサイリウム Thank you ね。黄色のサイリウムだ。ありがとう。あとね、ジュリさんもありがとう、プレゼント。Thank you ね。ありがとうございます。あとね、まつさん、とうとうもありがとう。はるさんも Thank you。 ゆきありがとうね。ヒロポンさんもユキ Thank you。 ありがとう。ジローさんも Thank you。 ありがとうございます。ウバグルマさんもユキありがとうね。ハートもありがとう。ちょっと待ってね。ウデスパーさんも待って、すいません。ウデスパーさんありがとう。ウデスパーさん Thank you。 シロクマさんもユキありがとう。シロクマさんスターウェーブさんもくまちゃんありがとうございます。くまどんさんもゆき Thank you。 ありがとね。ドリーマーさんもハート。ありがとう。はじめのたけさんありがとう、プレゼント。これ当たりだったのかな。何なんだろう。何が大当たりで何が小当たりでとかわからないんだけど、みんなパチパチ Thank you ね。ありがとうございました。こんばんは。今夜も配信お疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。でもね、ちょっとね、もうちょっとしたら終わろうかなと思っているんですけど、今日は、みんなありがとうね、本当に。当たりかどうかは分かりません。大当たりだとどうなるんだろう。あの千と千尋みたいになるのかな、最後の大当たりなるのかな。あのシーン大好きなんだよね、私。マヤピの天気が可愛すぎて大好きで。Thank you。 FTO さんも雪ありがとう。 Thank you ね、ありがとうございます。てかさ、昨日もさ言ってくれてたんだけど、この横のアップデートされてさ、横変わったじゃないですか、表示が。確かに見やすいのかな、こっちの方が見やすくなっ
ったのかな、まだ慣れないけど、うん、みんな来たばかり、うん、確かに天気助かる天気、うん、こちらこそありがたい、あの子聞けた安心感があるので、よかった、うん、実家ですか、実家のような安心感ですか大当たりだとジャックポットってなんだ、顔出しの口から止まらないくらい、これなんだっけ、さ砂金が溢れて出てきますだって、ね、千と千尋前も話したことあるけどさ、私大好きなのね千と千尋の神隠し大好きなんですけど、あの顔出しのブワーってくるシーン、あれ子供の頃トラウマだった、うん、カエルみたいになっちゃって追いかけてくるシーン、あれトラウマでした。まあ、まあ、今見てもわすごいぜってなるけどうん、Thank you ライバーテーマってなんだ、ライバーテーマ今来たばかりタブレットとかパソコンで見ると分かりやすくていい感じ、あとスマホで見るとごちゃごちゃ、あこれか、これそうだね、タブレットで私も今やってるから見やすいけどここは実家ですとか言ってえ今年の漢字一文字前も聞いてもらったな、今年の漢字の一文字なんだったっけ、会えるだったっけ、会えるにしたんだっけ、みんなで考えたの、カエル、え、カエル、あれみんなカエルだったような、えとか言って、え顔なしがカエルくんを食べてわーってくるシーンがあるんですよね、うん、手足がこう生えてドタバタドタバタでこうん、金曜ロードショーで放送してくれたら 今度こそ見ましたって、千と千尋はね面白いよ、やっぱジブリは何回か見て良さがどん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 こう伝わってくるじゃないですか、一回だけでもいい素敵なんだけど、良い作品なんだけど、そうやっぱ何回か見てあの時こうだったんだみたいな、ちゃんと内容が全部入ってくる感じ、うん、安心感は実家そのものえその嫌そうな顔ちょいでえ顔なしのこと、うん、ちょっといや子供の頃はあれトラウマよ、うん待ってえ待って、休日の俺みたいなシーン出てくる、ジローさんあんな感じなのあんな感じなの、休日のジローさんって怖ない？え、どういうこと？私が思ってるシーンと合ってる？それ大丈夫かな？うん、綾が好きだっていうのは千と千尋見てみないと、見たことない方も結構いるのかな、うん、ジブリの中でもかなり私は面白い、まあ、全部好きだけど見たことある作品はね、うん、で1月5日千と千尋やりますか吐くがふってやるし見ようみんなでみんなで見るうん、お父さんが得体の知れないものを戸惑いもなく食べるところ、まあね、あのシーン美味しそうだけどね、休日のわしはこだまの、こだまこうなってないピチピチピチさんありがとう、 I love you, thank you、 え、来月放送するんだって、見ないと、みんなメモしたカレンダーにうーん
ブ神様の中に春日様、え、名前が春日様、え、どの方だろう、中華街な感じで好きです。だってあのさ、プルプルしたあの食べ物、パパが食べてるやつ、あれ美味しそうだよね。ね、みんなで見ましょう見ましょう。両親が歌にされるとか聞いて怖そうで見てなかった。だって、怖くはないかな。まあなんか子供の頃に見たらちょっとなんだろうな、不気味な雰囲気はあったのかもしれない。やっぱね、私ジブリの中で一番好きなキャラクターがやっぱ白様なので。白様なんですよね。こういう感じで白様。でも私のみんなに言ってるけど、私の初恋はあの平成たぬき合戦ポンポコの平成たぬき合戦ポンポコのたぬきなんですよね。これはひどいでしょ。本当に大好きだったの、なんか知らないけどポンポコ大好き。まあ、言ってるけどね、愛人でもね、ポンポコ好きだったんですよ。ポンポコのなんかマフラー巻いてるタヌキがいるんですよね。マフラー巻いてるタヌキがいて好きだったの。なんでって感じでしょ本当に。こんばんはみんな。まさとちゃんありがとう。ゆき Thank you ね。顔なし暴走シーンで俺を思い出してね。だって何があったの、休日の時のジローさんには何があったの。ナウシカはねあんまり見たことがないんだよね。顔にお札みたいなの貼ってるやつか。あーなんか鳥みたいなやつ、あれ違ったっけ、あ違うか違う違う、あ鳥みたいなやつは違うか。そうそうそう、やっさーね。豚も猫ちゃんありがとう。ゆき Thank you。 こんばんは。にゃんさんの初恋はタヌキっととか言って好きだったんですよ。ちょっとじゃあ最後そのタヌキで調べてからやめてもいい配信。ポンポコのタヌキ何さんだったっけ。出てこないんだけど。平成たぬき合戦ポンポコ。すごいいっぱい、これこの子が好きだったの。かわいい、かわいいけど、みんなかわいいけどさ、この子が好きだったの。この子が好きだったの。タヌキになってくる。ちょっとマフラー巻いてくる。ラペタは見たな、見たけどそんないっぱい見てない。今日のメイクも好きって言ってくれる。今日はセザンヌのアイシャドウです。うん、ありがとうね、レインボーしたね。タヌキの次は川に恋してた。さ、ハク様川だからね。にぎはやみこはくぬしだからね。たぬきの置物大丈夫だよ。あ、声優さん豪華なんだ、ポンポコの。まなじさんありがとう、ハートセンキュー。おのるポンポコに。じゃあ明日歌おうかな。帰り道たぬきいたよとか言って、いた、たぬき。え、柄悪いのこの人。違うよ、ちょっと不健康なんだよ。そう、ちょっと不健康キャラだった気がする。クマがあるの。
ちょっとなんか貧血気味みたいな感じの貧血気味みたいな感じのタヌキだったのこの子。分かんないよね子供の頃ってね。なんか好きだったね。名前何さんこれ。名前覚えてない。何さんこれ。名前出てこないのだけど。玉三郎。玉三郎だった。玉三郎。玉三郎さんが好きだった。モヒカンとか言って、モヒカン？モヒカンなのかなこれは。ワイヤン系。俺も今度あやに会いに行くとき全裸でマフラー巻いてこようかな。靴下は履いてね。可愛いのか難しいところだわ言ってるけど。長老じゃない。なんかね人間に化けるんですよね。そうで人間に化けるときその玉三郎。呼び捨てでごめんなさい。玉三郎これなんですよ。ほら結構ハンサムでしょ。多分ねこれで好きになったのかもしれない。私はハンサムでしょ玉三郎。なんだかんねトトロが一番。トトロもねものすごい見た子供の頃から。たぬき顔たぬき体型になろうかしらとか言った。たぬきのプレゼント増えそう。あのまあねたぬきも可愛いですけどね。そうそんな感じでした。初恋は玉三郎。面白いね。歌舞伎役者さんみたいな名前とか。えハンサムでしょ玉三郎。ポンポコ見たことある。好きだったのね。ハンサムだからウエスト位置が高いなって。足が長いんだよ玉三郎。あでもウエストの位置が高いの。あそうだね足が長い。やっぱりワイヤン系とか言う。っていう感じですね。あやが男性の好きな服装でシャツ姿あげるのってまさかここからって言われてる。玉三郎きっかけってこと。感じですね。ちょっと待ってじゃ今終わりましょうか。そろそろねちょっと玉三郎で長くなっちゃうから。声優さん何なんだろう。結局イケメン。待って玉次郎になってない？名前。たぬきアバ配布かしらとか。ねたぬき動物的にまたぬきもね可愛いけど。やっぱでもシマエナガかな動物で言ったらシマちゃんかな。毛利のおっちゃん。毛利コナン君？コナン君かな。玉三郎で終わんのとか言うね。今日は玉三郎で終わりです。今日も平和だとか言って動物の話ばっかりだね。確かに昨日ゴリラだったしゴリラになんか詳しくなっちゃったし。ちょっと壇上の方お呼びしますよ。いきますよ。13位ごま豆腐さん、12位が桃太郎さん、11位がデジデジさん、10位がひろのりさん、9位がてばさん、8位がしろくまさん、7位がめぐちゃん、6位がうばぐるまさん、5位がマー君、
4位がじゅんさん、3位がこたろうさん、2位が HY きょさん、そして1位が八王子のたけさんでした。ありがとう、みんな大丈夫って、涙もありがとね。すいません、長々と今日もありがとうございました。また明日も一応7時からの予定なので、ね、今クリスマスイベントに参加中なので、一緒に楽しんでもらえたらなと思います。マコお疲れ、ありがとう。コタロさんもハート Thank you。 あ、ポーピューピーポーピューポーピューピューセージさん、ありがとう、ユキ。言えた気になってる。ありがとうね。マツさんお疲れ、ありがとうございます。みんなお休み、ゆっくり休んでね。そして明日ちょっと大雪みたいなので、雪国に住んでる皆様、ほんと気をつけて、お願いしますね。ドリマちゃん、ありがとう、ハート。松さんも雪天気。じゃあお休みな、また明日。マー君ありがとう。バイビー。